ウェルズリー駅はカナダのオンタリオ州トロントにあるトロント市地下鉄の駅である。ヤング通りの東でウェルズリー通りに面しており、校内では Wi-Fi が使用可能である。同駅は1954年にヤング線の駅として開業し、1984年には駅舎がトロント市によって保存建築物に指定された。ウェルズリー駅の周辺区間は、 開作工法で施行されており、埋め戻した後の地上部は主に公園などとなっているが、駅前の区画は公営駐車場として利用されている。2006年2月6日、スカーバロ老在住のサンヒー・パイクが駅構内で子供を出産するという出来事があった。パイクは夫と子供たちを連れて2駅先のクイーン駅近くのストリート・マイケル・エス・ホスピタルへと向かっていたが、途中で、 三景月、当駅で下車した。分便は、夫と後から到着した救急隊によって、ホーム上で取り行われた。当時のトロント交通局の上層部からは、メアリー・キムと名付けられた、この子供を、一生乗車賃無料とする話も出た。駅の構造は簡潔で、地上部には出口が一つ、ウェルズリー通りに面してあるだけで、地下のホームへのエレベーターも設置されていない。 出口については、トロント交通局は一つしかない駅は緊急時の避難の観点から安全でないと判断し、以前から第二の出入り口を用意する準備を進めていた。当駅でも今後、ヤング通りとダンドナルド通りに面したマンションの1階に2つの出口が新設される予定で、避難経路の確保ともに利便性の向上も見込まれている。 またバリアフリーに関しても2020年までに2機のエレベータの設置計画が進められている。トロントトランジットコミッションサブウェイライダーシップ2018トロント交通局ゼアーズナウ、フリーワイファイアットオーバー 40TTC サブウェイステーションズブロックと2020年6月29日閲覧シティオブトロント S ヘリテッジプロパティサーチディテール シティオブトロント、n t o 2020年6月29日閲覧ウーマンギブスバースイントロントサブウェイカナダ放送協会2020年6月29日閲覧 TTC ウェルズリーステーショントロント交通教区2020年6月29日閲覧 http://www.ttc.sa-pdf-transit expansion pdfs.wellsley displaybows december 2017 pdfwellsley station second ingits.entrance and easier access.construction update. トロント交通教区。2020年6月29日閲覧。 ウェルズリーステーションステーションインペルーベメンツコンストラクションアップデイツトロント交通教区2020年6月29日閲覧ありがとうございます